会えて嬉しい先生。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。これからすっごく面白い物語が始まるよ。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。説明や解説が必要なら私に任せてください。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ゲヘナ学園説明や解説が必要なら私に任せてください。小さいからって舐めない。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。給食部の風花です。食べたいものがあったらいつでもおっしゃってください。説明や解説が必要。バルキューレ警察学校のキリノです。皆さん手を上に上げて本官の指示に従ってください。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。ごきげんよう。最高のプレイで先生をお手。しない小春。言っとくけど、ここに長くいるつもりはないから。
あなたが先生か。今日から私が一緒にいてあげる。任務なら私に任せて。ミレニアム学園。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。異色研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。みんなのために歌うマーチのシンバー初音ミクです。よろしくお願いします。